時々感じるの。自分の中に化け物が住んでるんじゃないかって。はーい。あのか、前にも父親殺してるし。乖離性同一性障害。あの子が普通じゃないって気づいてるくせに。ただいま。田島冬樹先生ですよね。仕事以外で男と話さない約束でしょ。京子に私がいる。ムカついたんだもん。京子ちゃん男の人苦手だから。あの日のこと思い出してるの？邪魔だよね、自分以外の人格なんて。これ以上京子に近づくな。あんたのせいで全部おかしくなった。君は誰だ？みんな